はい。みなさん、こんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。さあ、ミロドンのえトーナメント終了しましたが、どうでしたでしょうか。はい。僕はゲットできましたね。えー、っと、ミロドンね。なんかあの、この、このちょっとでっかいクマというか、怠け者というかね、なんかそんな感じの見た目ですよね。 なんかもう怠け者の祖先はなんかいましたよね。新生代に。うん。まあ、それに近い禁煙酒みたいな感じなのかな。はい。で、今回はこいつを作っていこうと思います。はい。おお、のしのしと。あー。葉っぱを食うの。なるほどね。おお、実にゆっくり味わいますね。 <laughs> 味わうね。はい。ということで、ピアノ打ちしていきましょう。はい。おお、一発成功、いいね。一応、こいつレジェンドなんでね。一発成功の確率は相当低いです。はい。えーと、一回進化で、なんか、ちょっと白い模様ができたかなという感じですね。はい。 まあ、4ペア作っていきましょうか。このね、作業が一番、まあ、だるい作業ですよね。うん。ミロドンなんか、まあ古代の生物っていうのは分かるけど、まあ何なんでしょうね。そう、なんか見た目は本当怠け者みたいな感じですけどね。うん。まあその辺はまた。 あの進化の説明読むときにね、わかるかなっていう感じが、まあ、しますよね。うん。で、まあ、新生代ってやっぱなんか、なんかこう人気がないよね。<laughs> なんか動画的にもさ、なんかあんま、なんか期待してる人少ないしみたいな。なんかね、あんま人気ないのよな、新生代の生物は。 新世代ね。あの、ヘビー、ディルフォボアとかのハイブリッドなんかは結構、おお、強くてすげえかっこいいしいいなーっていう感じがありましたけどね。基本的に新生代で、まあバトルのリクエストとかもそうですし、リクエストもそんなにないんでね。新生代のリクエストってね。<laughs> はい。ということで、とりあえず4ペアできましたね。はい。とりあえず、 うん、ここまで来れば、まあ、だいぶ楽かな。この枝の葉っぱをゆっくりともしゃもしゃ味わいながら食べております。うん。はい。じゃあ、二回進化をね、サクッといっちゃいましょうか。おー、なんかアイコン的にはまあ、おー、一発成功。<laughs> アイコンはまあ、白く、 まあ、白い模様が増えたかなという感じですかね。はい。あーでもそ、そんなに、そこまでそんな白く、ねえ、なんかそんなに、あ、こっち、上から見るとわかりやすいな。まあ、なんか若干白みがまた増したという感じですね。うん。まあ、無難な化け方すんのかな、こいつ。 いや、ちょっと分かんないけどね。うん。はい。お一発成功がなかったか。今回結構、一発成功してくれるね。まあ、レジェンドだけど、結構運が絡みますからね。おまあ、3回成功とか。まあ、結構、今回、ペース早いね。うん。さあ、2回進化が2匹できたので、 回進化ね <laughs> 待望の3回進化いってみましょうかおおこう見てると結構いかついんだけどねうんどしどしと結構でかそう本当にねはいさあ3回進化ではどんな感じになるか なんかアイコン的になんかそんな変わった感じしないんだけど。おお、一発成功。<laughs> めっちゃ今回一発成功すんな。さあ、じゃあ、イよオ。3回進化のミロードン。あ、でも、そんな、そんな、あーまあ、こう、ちょっとこう、毛が逆立ったような感じになって、白身がまた増したという。まあ、なんか非常に、 なんかこう進化っていう中では一番なんかこう変化がないというかなんかそんなにねなんか無難な化け方っていうよりそれよりもさらにあの変化がないというかなんか白身が増しただけっていうね本当にそれだけなんでなんかそんなにおっていう感じじゃないですね全く。 はい。まあ、ちょっと毛が逆立って、ちょっとかっこいいかなっていうぐらいですね。はい。で、まあ、一応、こいつ、レベル4時までやって、餌が安いんでね。あの、はい。まあ、餌が安いのは、やっぱ、このステータスですよね。2605の体力と、814のアタックということで、まあ、レジェンドにしては、まあまあ、使いどころがないまあぐらい弱いですね。はい。 残念性能でございます。はい。で、進化見ていきましょうか。ミロドンの表皮には骨で構成された部分がある。これにより捕食生物からある程度身を守れた。うん。ミロドンの化石は人間の、えっ、ー、と、い、えー、異物なの、などと一緒に洞窟の、えー、またこれ難しいな。 ちょっとちっちゃいんだけど。なんとか石物の中から発見されている。これは人間が勝って食料としていたからだろう。えー人間の食料になってたって、ちょっとかわいそうだな。ミロドの巨大な爪はおそらく、重い地面を掘るために使われたと思われる。だから身を守るために使っていた可能性もある。そんな攻撃的な、あの、 生物じゃないってことかミロドンは最後の氷河期あたりに絶滅したとされるが一部の人間は未確認生物としてまだ現代に生息していると信じているおお <laughs> まだ現代にそなんか可能性はあるのか未確認生物へえんかメガロドンとかもなんかたまにあるよねいまだにすんごいでっかいその サメの、サメと思われる、は、歯型がね、船についてたとか、いろいろそういうのあるよね。結構、生きてるんじゃないか。実は数匹ぐらい生きてるんじゃないかっていうね、そういう説もいろいろありますよね。UMA みたいな。うん。こいつも現代にいるのかなミロドン。なんか、大きさは書いてなかったけど、まあそこはちょっとウィキとかで調べるしかないな。<laughs> はい。 てな感じで、今回このミロドンをね、あの作ってきたわけなんですが、やっぱ新生代って、なんかあんまやっぱ恐竜にはやっぱ及ばないんだよね。どうしても性能が。うん。脇の匂い描いてるしな、こいつ。<laughs> ほんと。人間臭いとこあるな。まあほんと新生代はね、ちょっと、うん。恐竜に劣るところあるし、やっぱ人気的にもあんまないんでね。 あんま、なんか、微妙な感じですけど、まあ、新キャラクターということで、まあ、僕はね、いつもゲットして作ってるんですけどね。はい。まあ、こんな感じでございました。はい、ミロドン。まあ、正直、まあ、ゲットできても、まあ、そんなに使いどころはないかな、っていう感じですね。うん。で、えー、っと、まあ、ニュース、ロアリングハーツ、 このバレンタイン。バレンタインっていう感じがしないな。めっちゃいかついバレンタイン。この恐竜同士。肉食の。はい。まあ、特に今は、なんかね、あの、新しいトーナメントとかもないので、ま,あ、まったりできるかなという感じですね。はい。ていうような感じで、えー、今回はこの辺で終了したと思います。またね。